おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。ただなんか後ろでヘルメスが頭を抱えてますね。何だったんでしょうね。はい、遠老リュカオン、ほう、聞いてないお話の名前が出てきている。術中同じようにね、観察中の生命体かな。いずこ、こうして戻ってきたわけだが、君の求めていた情報は少しでも得られただろうか。はい、ああなるほど、まだはっきりしたことは何も、デュナミスの件が関係あったかも。正直途方に暮れている。これかな、真ん中だね。あの他のエネルギーからね、獣たちは何か吸ってるような気がしてるっていうのがね、我々の世界の見解ですからね。デュナミスが君の目的と関係しているのか。それはまた随分と珍しい案件のようだ。誰か来ましたね。おや、ヘルメス所長がちょうどいいところにいてくださった。自分に何か用だろうか。いやね、またあの遠老リュカオンがやらかしたんですよ。今日は野原に放って動向を観察する予定だったんですが、あいつと来たら放った途端に大暴れ、近くにいた会長オキュペテを片っ端から殺しちゃったんです。食事は十分に足りていたのだろうか。オキュペテからリュカオンを挑発したりは。そのあたりの不備はありませんよ。単純にリュカオンは気性が荒すぎる。非常に完成された美しい生物であることは間違いないので、そういった報告を受けた上でも創造物管理局はイデアの登録に踏み切るでしょう。ただあくまでイデアを保管しておくだけで、実際に世界に放たれることはない。そんなケースに落ち着くんじゃないかと思います。エルピスにおいてももう研究すべき点はありません。まもなく主担当のドーロスが観察用に創造したリュカオンをエーテルに戻すでしょう。ちょっと個体の形を見ておきたいね。現場はどこだ。そこの門を出て道なりに南西、しばらく進むと正面に見えてくるはずですよ。ドーロスたちがまだ残っているかは分かりませんが。やっぱり一回生み出されたものをね、エーテルに戻すっていうところに結構引っかかる感じですね、ヘルメスはね。これも奴の仕事なら私には見届ける義務がある。すぐに追いかけるぞ。さあ、どんな感じのね、狼さんなのかがすごく気になりますけど、見たことあるかね。あ、これはって思うような造形なんだろうか。それがすごく気になるね、急いで行ってしまわれたからね。さあ、今回のクエストでは靴がもらえそうですけれども、それまでのね装備をちょっと変えたのでね、いただいたやつに着替えたので、私のビジュアルもちょっとだけね強そうというより、なんかね、スマートな鎧みたいな感じになってますけどね。やっぱ合わせるとね、シャキッとしますよね。違う組み合わせでね、あのファッションコーディネートしたりとかね、する方もいるとは思うんですけど、これどこだ、そのまますぐ行っちゃっていいのかな。ちょっと外れてる気がするんだけど、こっちでいいかな。道もあったみたいだけど、あそこに集まってるね。あー、やられてるね。確かに爪痕に噛み傷、それから火傷の跡、間違いない。炎を送る狼、操るかな、リュカオンにやられたんだ。だがリュカオンと観察者たちの姿がない。もう引き上げてしまったようだ。主担当を務めるドーロスはこの先にある12節の園を観測拠点にしているはず。カミカミであった自分はそこへ向かって彼から事情を聞いてくる。一応私とエメトセルクでリュカオンが逃げ出したという線がないか見ておくよ。そうだとしたら危ないからね。感謝する。
後ほど十二節の園で合流しよう。メディオンはいずこの案だよ。君たちは焦らずに来てくれ。いずこ、一緒に行こう。このまま南西、橋の向こうが十二節の園。はいはい、さてこの妖怪ウォッチのコラボもまたそのうち来るっていうねお話が出てましたよね。今 FF11 とのねコラボのイベントがあると思うんですけど、それはね私は終えているので特に2回目やったりとかしてないんですけどね。さて橋渡って先かな。周りに風脈があるかを見ていった方が後で楽かもしんないけど、まあまあとりあえずは。結構遠いね。なんかあそこにエーテライトみたいなものがあるけれど交換しないといけないかな。ここが十二節の園。ヘルメスはドーロスを探してるはず。私たちも探そう。ドーロスは確か金の髪を束ねた男の人。観察者いっぱいいるけど二人でなら見つけられるはず。はい、あ、どこでやるんですね。オッケー。そこのエーテライトが気になるんだ、メディオン。ちょっとお付き合いいただいてもいいかい？まだ交換してないよね。そうだよね。あ、なんかもう速攻で見つかっちゃったけど。さて、何がともあれここに来れるようにしておきたいので。あれ、いろんなところにクエストマークあるな。いろいろ聞いて回るのかな。はい、エーテライトに到達しました。忘れるとねまた来るのが大変になるからね。はい、カビ束ねてるけど違うね色がね。帰ったら今日の観察結果を記入するとして、うん、それでレポートは完成するかな。いずこ、この人ドーロスじゃない。髪を束ねてるのは同じだけど髪の色が違うよ。レポートとかめっちゃ懐かしいですね。もう今レポート吉田くん書かないんだろうなと思うけど、まあもしかしたらね、あの固くなり紙の提出をね求める教授さんもいるかもしれないしね。あ、いた、ドーロス。ん、誰かと思えばメディオンじゃないか。お使いでも頼まれたのか。いきなりこっち来てもイベントは進んだのかな、もしかして。ドーロス、見つけたぞ。ヘルメスより先に私たちが見つけちゃいましたね。君たちも探してくれていたんだな。聞き慣れた声がしたおかげで彼に気づけた。協力に感謝する。メディオンの声が高いから響いたかもね。君はエンリュール・ユカオンの観察を担当していたな。彼らはどうした。どうもこうもあれだけ暴れちゃ動物園に返すのも難しい。ひとまず魔法の檻に入れて郊外に待機させてるが、レポートを提出し次第エーテルに戻すつもりだ。彼の報告に嘘はないと思うよ。私たちが見た結果と一致しているからね。なんだよ大勢で、しかも14人委員会。いろいろと事情があってな。だがお前が気にする必要はない。そちらの話を続けろ。リュカオンがオクペテを殺してしまったと聞いた。彼らの気性は荒く世界に放つことは認められないと。主担当である君の見解もそうなのだろうか。ああ、リュカオンは他の生物に対して異常なまでに攻撃的だ。そして戦闘能力は大抵の種族を凌駕している。あんなものを世界に放てばどこであれ先住の生物たちを根絶やしにするぞ。調べた個体が偶然そういった性質だったという可能性はないな。何体か作ってみたがそこに違いは見られなかった。カイロスで記憶を白紙化して学習過程や、環境を変えてみてもダメだ。カイロス、記憶操作の機構だよ。ヘルメスが作り上げたんだ。あれを使えば
都度生物を作り直さなくても、記憶を消したり改変したりして別の環境で育成した場合の観察ができるってわけさ。なんてものを作ってるんだ。エーテルの放射量によってはパシタロットが合ってるかな、すっ飛んでくるぞ。放火してはいないはずだ、ギリギリ。それに決して人に使うことのないよう所長権限で規制をかけている。記憶を操作するなど到底好ましいことではないが、違う育成環境を試すために作られた生物が殺められるのはどうしても見過ごし、なんだろう、感化かな、感化できなかった。殺めるだなんて大げさな。エーテルに戻して改めて想像しているだけだろう。所長はどうもそこが気になって仕方ないらしいが、俺たちがやっているのは星を良くするための大事な選定だ。何回作り直してでもしっかり観察すべきだし、あるべきものじゃないものはきっちり消去する。その必要性は誰に問うても議論の余地すらないと思うぞ。分かっている。自分だって世界に脅威を解き放したいわけじゃない。線引きはできているつもりだ。だが自分たちの判断一つに、合ってるかな、作られたリュカオンたちの命がかかっているんだ。観察の不足や不備はなかったか、考慮し損ねている可能性はないか念入りに確認すべきだ。まあさっきのね、飛べない子もね、一応ちゃんと確認したら飛べたっていうのがありますからね。まだね、そのあたりの見解がないのかっていうことでしょうね。なら詳しく報告をするから一緒に検討してくれ。その話し合い、私たちも立ち会っていいかな。エメトセルクの視察の一環としてさ。あ、もちろん構わない。彼らを談話室へ、そこで話をしよう。リュカオンが知ったような感じのね、造形してないかすごい見たいけど、まだ見せてもらえなさそうですね。そしてそうだね、確かにメイキョンがすごい悲しそうな顔してる。なんか思うことがあったのかな。人には人でないものが生きていることわからない。それは魔法と同じで管理すべきもの。ヘルメスはそれが気にしてるね、何かね。さあ、遠老旅館コンプリート。もう一本だけ行きましょうかね、少し短かったのでね。さあ、どうなってしまうんでしょうか。伝えたい気持ち、頭痛。そういうわけで自分たちは話し合いをしてくる。しばらくかかりそうだが、君はメーティオンと一緒にいた方がいいよね。メーティオン、どこか具合が悪いのか。辛くなってるのは私じゃない、私に流れ込んでくるヘルメスの心。イズコ、私あなたといる。ヘルメスたちの話し合い行かない。すまないが、任せてもいいだろうか。もうそれはもちろんですよね、任せとけ。ありがとう。それじゃあ行ってくるよ。はい。まあ結構ね、慈悲のない言葉もいろいろ出てきそうですからね、あの感じだとね。わがままごめんなさい。だけど一緒にやってほしいことある。ヘルメス、話し合い多分とても悲しくなる。だから優しいこと、嬉しいこと、喜び、探しておきたい。あのね、ヘルメスいろんな知識あるけど、エルピスに来る創造生物で一番好きなの花なんだって。ほとんどの生物は新しいこと、美しいこと、優れていること望まれる。だけど花は今でも贈る相手や伝えたい気持ちに似合うもの作られる。それが好ましい、ヘルメス言ってた。だから私ヘルメスに花贈りたい。作るのはできないけど、あるものから選ぶはできる。イズコ、私と一緒に
ヘルメスに贈る花探してください。まず円の中からお願いします。はいはい、何あげればいいかね。でもね、私がきっかけにしてきたエルピスの花はね、あげたいような気がするよね。お、鮮やかな大輪の花、これは何だろう。おっきいね、確かに。鮮やかな紫色をした大輪の花があちこちの枝で咲き誇っている。綺麗だね、明るい色、大きな花びら、とても華やか。でもヘルメスにはちょっと元気すぎるかも。贈る相手を思うから花好ましいって言ってた。別のも探してみていい？確かに儚げではあるよね、ヘルメスね。けどやってることはめちゃくちゃ大胆だっていうね、それは思うね。また積んでも大丈夫なのかなっていうね、心配はありますけどね。樹皮の高い、白い高木、樹皮が白いっていうと白樺を思い出しますけど、そんな感じかな。すらりと伸びた美しい木だ。メイティオンと共に、樹冠を見上げた。花ついてないね。せめてリンゴがついてたら砂糖ドバドバにしてヘルメス大喜びだったのに。次は十二節の園の外見てみよう。大丈夫、あんまり遠く行かないから。いやでも本当お花はいいですよね。少し前に絵を描くことがね、日課であった時があるんですけど、モチーフとしてやっぱり木とか花が好きなんだなって自分は思った時期があってね、それをちょっと思い出しましたね。はい、美しく咲き誇る花々。ここはいっぱいお花だね、本当に。花畑の中で花々が美しく咲き誇っている。色の異なる花で模様が描かれているようだ。これならさっきよりヘルメスに似合うかも。だけど花壇の中にあるのは触らないでの意味。観察に必要だったり毒持ってる植物だったりする。あ、そういう意味なんだね、この囲いは。いろんな形の囲いありますけど。他のところに生えている花、いいのあるかな。もう少し進んでみよう。ね、円形だったり、三角ではないけど、まあそんな感じだったり。おー、なんかすごい。え、敵じゃないのかい、これは。目の前にいるのが敵に見えるのだが。すぐ近くにうねうねと怪しく動く妙に背の高い花が生えている。これ花なの？この子はコウネンヨン。動物みたいに意志を持って動く花。よく後ろ向いてるヘルメスに種をぶつけて遊んでる。贈り物にはダメだよね。それにしてもイズコよく見てる。すごいね、一緒ならきっとヘルメス嬉しいもの探せるね。うん、で戻っていってかな。いろんな可愛いお花があるけれど、結局はどれを選ぶんでしょうね。はいはい、小道の交差点なんかあるね。小道が交わる地点で辺りを見渡した。どこにでもある雑草が小さな花をつけているくらいだ。この辺りは何も…あ、いずこ、すごいのいた。西の方、道の先、行こう。何がいたかしら。すごいのいたって…あ、モルボル色が…悪臭漂う草むら。これはお花なのかな。でもね、ちょっと前にね、女の子モルボルみたいなやついるってしてたけど。辺りにはひどい悪臭が。雨に濡れたまま日陰に放置されたブーツの匂いが漂っている。原因は傍らに佇むモルボルの一種とおもしき生物のようだ。この子はアドニス。
口の周りに花びらみたいなのついてる。頭についてるピカピカが本当の花なんだって。ああ、やっぱあれ花なんだね。ヘルメス、最初にこの子調べた時、頭からパクってされて、いつか部屋から出てこなかった。どうかな、思い出深い？ちょっとやめといた方がいいね。はい、それは良くない思い出かな。再び悲劇が起きちゃうな。再び悲劇がだよね、多分ね。良くない思い出、まあいい思い出になってるかもしれないしね。ダメか。贈り物難しいね。綺麗なもの、面白いもの、たくさんあるけど。いずこ、あと少しだけ探していい？もう少し島の外側行って、なければこれまでのどれかにするから。多分見つかるとは思うんだけどね。あとはね、もう送られたっていう気持ちだけで喜んでくれますからね、きっとね。ヘルメスならば。やばい、グリフォンみたいなのにタゲられたけど、逃げれてるかしら。逃げれてるような、逃げれてないような。そこか、大丈夫かな。よしよし、オッケーオッケー。見晴らしのいい草原。あ、やばい、ダメだったか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、メディオン。あ、やばい、リザイルの野菜がついに尽きてしまった。そのうち買ってこないと。可愛いんだけどね、このね、姿がね。はい、気を取り直して。辺りを見渡した。浮島の外側に向けて緩やかな下り坂になっており、青々とした草原が広がっている。ここの先なら何かあるんじゃないかって思ったんだけど。あれ、今茂みの向こう光った気がする。何かあるのかな。これかな。はいはい、輝きの正体。やっぱりエルピス持ってくことになるのかな。どうでしょうね。これエルピスの花、ここにも咲いてたんだ。ヘルメスはね、この花のこと好きだけど好きじゃないみたい。私と同じエンテレケイヤだから、ヘルメスの苦しい気持ちを感じ取って暗い色になっちゃう。他の人が近づいてもいつも綺麗な白のまま。ヘルメスはそれが悲しくて寂しいみたい。何か策があるかしら。本当？あなたのいた場所では不安の暗い色してたの？じゃああなたにも何かこの花を暗く染めるような思いある？はい、まあいろいろあるよね。はい、悲しい別れの記憶がある。怒りや悔しさを覚えたことがある。不安に感じていることがある。さあどうだろう。まあ不安に感じていることがあるが一番あるかなと思うけどね。はあ、そうなのね。思い浮かべるだけで胸が重くなるようなこと、ヘルメスにもある。だけど周りはそうじゃないみたいなの。いずこ、お願い、あなたのその不安を一度だけ貸してください。この花を暗い色にしてヘルメスに見せてあげたいの。ヘルメスは私を作った時からずっと一人で思い悩んでるから、暗い色分かち合うの必要だと思う。ね、すぐにパッと出せるか分かんないけど。いいの？
ありがとう、ありがとう、いずこ。言葉が下手なのがこんなにもどかしいなんて。それじゃあ十二節の園で話し合い終わるのを待ってヘルメスをここに連れてこよう。きっと驚くね。送るって言っても積んで渡すわけじゃないんだね。そっか。まあどんな気持ちに、ね、なるでしょうねヘルメスね。まあでも社長さんだからいろいろね、普通にいろいろ忙しいっていうのもあるだろうし。ここ上がれるかな、いけるか。結構無理やりいったな。よいしょ。まだ話し合い続いてるみたい。私あなたと一緒に待つ。あ、終わったかな。あれ、一人だけ出てきてる。ヘルメス、二人とも待っていてくれたのか。話し合い終わった？ああ、結論は出した。メーティオンを見ていてくれてありがとう。エメトセルクとヒトロダイエスには中にある客室でそのまま休んでもらうことになった。君にも部屋を用意させてもらう。案内しよう。待って、案内、私たちが先。なんだろうって思ってるだろうね。でもめちゃくちゃ今辛そうだからね。エルピスの花？さあ、私が持っている全ての不安をこの花に。暗い気持ち、寂しい色、ヘルメスだけじゃない。だからダメ、違う。そうか、君はメーティオンの頼みを聞いてくれたのか。よければ少し話をさせてもらえないだろうか。何の不安だったんでしょうね。ハリネズミさんだ。自分は人に定められた生き方を、星のために生きるということを悪いとは思っていない。だがここで働いているとどうしようもない違和感に襲われることがある。うん、ファダニエルの座についての話を受けた時、ヒュトロダイウスが言っていたことを覚えているか。死とはやり遂げた者が選ぶ選択であり、最後の瞬間はいつも美しいものだと。だがそれはあくまで人の話だ。作られた生物が星の益にならないと判断された場合、彼らは問答無用で消される。死を与えられる。生まれたばかりで何も成し遂げていなかったとしてもだ。
処分の際は苦しませないようにしているが、死を与えられることを察した生物たちは怯え憤る。その終わりは美しいものなんかじゃない。だがそんな事実を誰も気にしていないんだ。星を良くするという目的は当然すぎるほどに当然で、誰しも疑うことなくそれを信じ行っている。自分の前には、死にゆく生物たちの瞳には悲しみも絶望も理不尽への怒りも確かにあるのに、この世界はそ知らぬ顔で幸せそうに笑い続けるんだ。エルピスの花はいつだって無垢な白と明るい喜びの色に輝いている。そのことへの違和感が、何か暗いものが日に日に胸の内で膨れ上がっているんだ。周りにおかしいと叫んでやりたくなる一方で、おかしいのはこんなことを思う自分じゃないかと恐ろしくなってくる。だがこの世界で悲しみを知るのは、エルピスの花をこんな色に染めるのは自分だけじゃなかった。花の傍らで何を思ったのかは聞かない。もしかしたらメーティオンにせがまれて仕方なくやってくれたことかもしれない。それでもありがとう。こうして確かに悲しみがあり、怒りがあり、苦しみがある。その事実を知っていてくれることがこんなにも優しい。そうね、ここでどういたし、これ全部難しいなどういたしましてもちょっと違うような気がするし、くよくよするななんて言える立場でもないし、辛い経験なら任せてって謎のマウントを取るのも全部違う気がするけれども、どれか選ぶんだとしたら、まあ辛い経験なら任せてから。すまない何か触れてはいけないところに触れたようだ。そんなことはないよ。だがそんなことはないけど、それほどの困難に遭いながら君が生きていることに、何かとても励まされる思いだ。失礼な話かもしれないが。君は天に輝く星の正体を知っているか？ここからじゃちっともそうは見えないが、あの一つ一つがアーテリスと同じ、あるいはさらに大きな大地でできている。これだけの数だ。自分たちは星のために生きているが、別の価値観を持つ生命もいるだろう。自分は彼らに問いかけたい。彼らがなぜ生きるのかを、命の意味を。だからデュナミスで天を飛ぶ鳥、メーティオンを作ったんだ。実のところメーティオンというのはここにいる一人だけじゃない。そうなんだね。彼女には大勢の姉妹たちがいて、すでに宇宙へ飛び立っている。意志を持つ生命を探して星から星へと飛んでいるんだ。宇宙の探索は予想外の出来事の連続で、思ったような成果が上げられていない。だがそろそろ次こそは何かしらの結果が報告されそうなんだ。もし君がここに滞在している間に報告が届いたなら、この夜のお礼にきっと共有させてくれ。さて、
これ以上夜が深くなる前に帰るとしよう。明日揃って寝ぼけた顔をしていてはエメトセルクたちに申し訳が立たない。メーティオン、そろそろ戻ろう。はーい。ん？なんか感じてるね。なんだろう。ちょっと気になりましたね、最後がね。伝えたい気持ち、コンプリート。やっぱりね、哲学の用語がいっぱい出てくるだけあって、問答もね、哲学っぽい感じのね、お話ですね。さて、最後がすごく気になるけれども、翌朝になりました。では、翌朝の出来事は次回をお楽しみに。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。